東京を江戸と申した自分のお話。今日の町に何とも不思議な妖怪が出た。と言っても妖怪などというものは総じて不可解な存在であるが、夜道を一人で歩いている者あれば、唐突に、おいと言って声をかけてくる。行き合った人が、なんだと返事をしたならば、もう相手の思う壺である。 その声の主はいきなり着ている着物をすべて脱ぎ去りすっぽんぽんになると、いたずらに尻をこちらに向けてくる。その尻は陶器のようにつるりとしているのがかえって不気味な尻であり、その上尻いっぱいに大きな目玉がくっついており、さらにその目玉がピカリと光って驚かしてくるという。こんなものがある時から今日の都に連日にわたって現れたという。 けれども時が経つにつれ噂も広まると、今度は逆にそれを見てみたいという人で賑わってしまった。その得体の知れぬ妖怪は、愛も変わらず人と出会うと着物を脱いでは、尻にある目を光らせた。だがそのうちにそんな娯楽としても飽きられてしまい、どれだけ尻の目を光らせても、町人からは尻目にかけられてしまったのだった。